いやー先生、今夜コロンビア戦でございますね。いやー楽しみですかね。コロンビアでございます。いや朝の動画良かったな先生。もうよくわかりやすい今日の狙いね。嬉しいなー、ありがとうございます。外寄せ逆アイソレーションみたいなことでしょ。そういうことでございます。楽しみだなー。またこうは大阪で淀川さくらスタジアムでね、はい、ありますからね。中継な天気はどうなんだろうね。天気は大丈夫だと思うんですけどね。これ前の日のね夜中に撮ってますから、月曜日に撮ってますから、お前今頃天気のこと何言ってんだ、昼だぞって思われるかもしれないから一応言ってたんですけどね。ね、まあ濡れてないビシャビシャじゃないピッチでやらせてあげたいですけどね。そうだね。一応ね、大阪は 0% なので、今見る限り。あ、そうですか。大丈夫だ。大丈夫か。ね。あとはコロンビアの遅刻が注意なんでしょ。そうなのよ。一番近いホテルに泊まってもらったんじゃない？だからここねっつってもう来てっつって。いや、ね、マジで大事なことだからね。時間守る大事ね。それはそうでしょ。そうだよ。ワールドカップでも遅れんですかってことですからね。本当そうだよね。何があったんでしょうね。でも韓国でね、そっち国。なんかね。渋滞か。結局渋滞もあったらしいです。うん、でただ。うん、ただ渋滞とか関係なくそもそも出る時間も30分以上遅れたらしいんで。ああ、なんかあったんかね。そういうのってだってあんだけの国だったらね、管理されてるはずなんですけどね。なんか何らかの抵抗とかだったんですかね。ハメスがあれかい、ルームサービスを食べ終わるまで僕は行かないよっていう。なんであればもうね、次は選ばれないかもしれないですね。そうだね、それはちょっとね、ちょっとキムチが辛すぎて歯磨きに時間かかってるよみたいな。どうですか？いや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 、冬のそなたが全部見終わってないんだよっつって。ハマっとるやん韓国に。KBS でやってるからね。これはもうスマホとかじゃ見れないんだよっつって。泣きながら出たかもしれないね。そうだね。ですか？どうなんだろうね。過去にも楽しみでございますけれども。そうですね。うん、まああとは、はい、今回あんまりこう朝の動画で言わなかったこととしては、はいはい、僕はねスタメンに伊東純也選手がこう入るんじゃないかと思っていて、はい、でもなんか森保さんがすでに言ってるのが、なんか誰がスタメンでも誰がベンチからでも、絶対そのやっぱりこう活躍できる土壌をこう整えておきたいっていう話があって、なるほどね、やっぱ前回堂安さんスタメンで行ったからこそ今回伊東ってパターンになるだろうなと思ってるんですけど、あの相手のディフェンスラインにね、ヘンク2人いるんですよ。まだヘンク、おお、そうですか。だから伊東純也さんの元同僚2人いるんですよ。やばいじゃないですか。だからこそ、いやここはねヘンクダービーじゃないですけど、見したるわと。そういうのもちょっとありじゃないかなっての思ったりね。ね、僕はね一個ね完全に予言しちゃいます。予言しちゃいましょう。5個ずつ予言しましょう先生。あら、いいですね。森の大予言。ええ。僕はね菅原選手がねヒーローインタビューだと思います。おお、というのは得点に絡んで、なんか、あら、決勝点ですよ。うんうん、三笘の折り返し菅原のとこまで来てきた、ね、いやーいいなー、綾瀬スルー、青もスルー、菅原ドンみたいな、いや見てえなー、ね、で菅原くんがインタビューでひょうきんなところを見せて、すごいなんかもってはやされヌートバー的な存在になると思います。これが私の一つ目の予言でございますね。まだ日本国民は菅原幸成を知らないわけでしょ。確かに人となりまで知らないわけでしょ。確かにね、そのインタビュー中に後ろで橋岡とかね板倉とかちょけて、なんかいい感じだねっていう感じになりますね。報道ステーションと絡んでちょけてね、なんかひょうきんですね、新時代ですねなんつって、ね、いいね、もう君たちうるさいってうちが言ってね、そうそう、そのぐらいになるっていうのは私の予言でございますよ。いいです ね、 ね、あと4つありますから先生も5つ言ってください。これ3つにしようかも、長いからね。いやそうだね、あと2つありますから先生もちょっと何かください、はい、いや僕はね、はい、やっぱ瀬古歩夢と言っておきたいですね。ああ、センターバック得点に絡む形というか、はい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 、やっぱ誰よりも淀子を知ってる男でしょ。うん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 、そうですね、セレッソ出身ですから。うん、はい、セレッソのしかも下部組織出身で、はい、ここまで来たのが6人目とかですか、思えば。で、だから1個目が南野くんとかだと思いますけど、はいはいはい、やっぱもう、自分がこの日に何をやらなきゃいけないのか分かってるでしょうからね、はいはい、チームのためにも、うん。ガチガチでバリバリで来るっていうことですね。そういうことですね。この予言はちょっと当たるじゃないですか。当たらなずらい、ずるいやつじゃないですか。ただ私の2つ目先生、偶然。ほら
お、私も瀬古選手でございます。おろろろ、瀬古君、これは私の予言に皆さんおのどくと思います。なんだなんだ、間違いなく瀬古選手は、うん、地元ということもあります、凱旋ということもありますので、そうだね、散髪してきます、間違いないというのもやはり雨の国立誰もが思いませんでした。ちょっと前髪長ないかと。長かったね。そうでしょ、今外国にいらっしゃいますよね。どこでしたっけ、グラスホッパー、グラスホッパー、スイス、スイス。あんまりいい散髪屋さんとかね、ないと思うんです。これがどうです、大阪に入ってね、うん、まあ、そんな時間があるかどうか分かんない。それだから合宿の間に誰かに切ってもらうとか、その散髪屋さんもいるかもしれない、うん、日本滞在中にすっきりする。で、地元から届いてると思うんです、お前来るんやってな、チケット取ってんで間違いなく行くよとかね、おー、期待してんぞ、大阪の魂見せたれやとか、そのね100個ぐらいの LINE の中にお母さんからちょっと髪の毛長いんじゃないのって入ってるはずです男の子はもうちょっとさっぱりした方がいいんじゃないのって、ごめんなさ い、私のお母さんの言い方になっちゃってますけど、栃木のね、もう関西弁で来てると思いますけどそんなのも踏まえて総合的判断で私予言しましょう、刈り上げてきます、ね、すっきりしてきます瀬古選手は、間違いないなるほどな、ね、予言っていうのはこういうことですよ。こんな、なるほど、ね、これはもうはっきり外れた当たったが分かるでしょ、分かる ね。じゃあ俺はこれですよ、はいはい、チームガンバ、チームガンバ、はい、これまあさ、皆さんもご覧いただいたと思いますけど、チームガンバ、もうツイッターにも上がってましたが、うん、どうなる、JFA さんがね、うんうんうん、JFATV でも上がってましたけど、うん、チーム仙台ですよ、チーム仙台、シュミット、板倉、西村の3人が、ああなるほど、みんなで写真撮影とかしてたじゃないですか、はい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 、板倉がチーム仙台、チーム仙台って言い出して、はい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 、3人で撮ってたりしましたけど、いいね、それファン嬉しいね、そういうのはね、でしょ、うん、今回もいますよね、谷、半田、堂安、中村圭人、いるいるよ、だこの4人がこの、うん、コロンビア戦で活躍したり、いやずるいよそれそれは誰かはしまんやわ。いや、それだから、今度は、あの時はチーム仙台だから、今回はチーム頑張ってみんな写真を撮る。写真撮る。ああ、なるほどね。そこや、そこや。ああ、そうか、そうか、そうか。あるんじゃないかなと思って。仙台はほら、仙台だねってこと、ガンバは歴代ずっと代表でいたでしょ？まあね。そういうのもあるから、そうですかね。じゃあ、チームガンバっていう写真がアップされなかったんですよ。外れでいいですよ。いいですね、そういうことで。上がるか、JFATV でこう、そういうシーンが見かけられるかみたいな。ああ、なるほどね、はい、そういうシーンもいろいろあるからな、先生。ランニングで4人並んでたからとかさ、前後に。いや、もうちゃんとその、うん、その方々が言うことが前提。あ、そうですか。もしくはツイートされることが前提ですね。だいぶ広いですけどね。ファンがツイートするでしょ、誰か。いや、もう JFA さんが上げなきゃダメです。もうそれだけ。うん、ファンは出すな。わかりました。ありがとうございます。はい、そういうことですね。あとはそうですね、三笘さんで何か考えようかな。まあ、そうだよね。三笘さんが、そうですね、うん。三笘さんはやっぱね、ほんとロックスターみたいだったんですよ、この間ね。キャーキャー言われる中一周する試合後、雨の中、うん、ただにやりともしてなかったですが、浮かれてないってことですやっぱり ね、今もう信じられないぐらいスターになってきて、初めてだったと思うんですよ、あんだけキャーキャー言われるのは、うんうんうん、言ったってだってワールドカップ後も帰ってくるの初めてだと思いますし、うんうん、今自分の人気ってこんななのかって思うよ、普通若者であれば。だけど彼の横顔を見てても次を見ていたどころか、今日の自分の不甲斐なさというかね、なんかもっとできたっていうの顔してた、うん、ああいう子は伸びるよね。いや、そうだね。ということで、私の3つ目の予言。はい。ああいう子は、伸びる何でも広すぎるじゃないか。俺のチームガンバとか全然いいじゃないぐらいにもう、めっちゃくちゃ広いじゃん、そんなの。伸びるでしょそりゃ伸びるだろよ。で、俺、何かしらの子は伸びる。出てなかったとしても伸びてるよ、それだったら。何でも言えるじゃん、そんなもん。ダメですか。だって1、2が結構ほらピンポイントすぎたからね。まあ確かにね。私もちょっと広角で撮っておきたい。そうだね。ねえ。うん。ああ、先生3つ目は3つ目。じゃあ俺もう超ドピンポイントでいきます。うん、じゃあお願いしますよ。ギュッと来てください。はい。うん。はい、七海ひろしと前田良一の応用。はい、あります？これはだから、あれでしょ得点をした上で2人のだから練習が効いた形での抱擁。だ結局フォーメーションの妙が攻撃にはまって最後フォワードが決めたってことでしょ。そういうことですね。綾瀬が押し込んで抱擁、うん、そう
結構見るとね3人ぐらい挟んで座ってますよあの2人は。いやそうなんでも、うん、それでも、うん、2人がおうよ。いやこれは楽しい、これは当たりたい私は。これは負けを認めた先生すごいなっつって。いやでしょ、これはもう見たよねみんなね。ああそうなるほどね。これは絶対あるでしょ。よかったよかった。あてかあるてかあってほしい。あってほしいのよね。そうね。素晴らしいこれは。よかったよかった。なるほどなるほど。いや楽しみ。今日9時から、9時からじゃない。19時20分が試合開始なので、我々の同時視は19時からって感じになってると思いますので、19時からね、よろしくお願いします。はいはいはい。そのオープニングのセリフは、やってまいりました。これ間違いないですね。これは間違いない。井上真央さんが毎回言うもんな、それは。これは予言しときます。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってないですけど、俺次第ですからね。そうだね。楽しみでございます。皆さんはどんな予言がありますかね。コメント欄にちょっと寄せていただけると。コメント欄にね、時系列ごと載せていただければ、それ正解不正解はっきり出ますからね、これね。そうだね。中村敬斗選手がっていうのをちょっとね、なんかこう、貼っときたいね。貼っときたいよね。やっぱ敬斗選手とね、三笘選手が入れ替わるとき、二人はね、目合わせてないんですよ。これ仲悪いとかではないと思うんですけど、やっぱり、やってやるぞっていうのと、うん、くそもっとできたなっていうのがね、こう、いいですよ、あれは。ね、ああいう子たちは、こう一緒に伸びる。伸びる。サブアカですから。あえてですよ、皆さんね。あえて。休み時間ってこうですもんね。そうだよ。なぜ文部科学省官で休み時間設けてるのかってことですよね。そういうことですよ。しっかりと学習効果を上げるためにこうやっぱ休息が必要ってこと。そういうことだから。ね、なんか言おうとしましたね。いやなんだっけ、忘れちゃったね。忘れちゃったからいいです。忘れた？うん。ね、いや楽しみだね。ニュースターが必ずや出てくると思います。うん、あ、俺ラストにちょっと言います。いいですよ。これ予言でもないんだけど、うんうんうん、こうなってほしいで。あ、いいです。あのほら、上田綺世は憧れの男と初めて対戦するんですよね。憧れの。ファルカオ。あ、ファルカオが好きだって言ってたもんね。うん。ああああ。それで、その憧れの人前、ああ目の前に自分が点取って、ああファルカオに、日本のあの得点したあの選手、いい選手だね。ああ、なるほど。ファルカオのなんかセレブレーションとかあるんですかね。ああ、そうだね、思えばね。ね、ちょっと、真似してみたりとかするんですかね。いや、ちょっと気になるなぁ。ファルカオと写真撮ってもらうんですかね。いやなんか、あ、なんかユニフォーム交換とかね、なんかしてほしいですね。したいですかね。うーん、ぐっと我慢してしないっていう選択肢もありですよね。うん、憧れてる場合、憧れるのやめましょう。おお、ね、そうだね、それ大事だから。大谷が言ってましたからね、今日だけは言ってましたからね。でもね、そうですね、あの辺がうまいですよね。僕も憧れてますってことでしょ、あれね。そうだね、爽やかですよね。素晴らしいね。本当に日本の体育会で育ってます、あの子は。あんな爽やか言えますねえ。もう何度でも言いますけど、あの決勝戦 WBC の大谷選手のね、声かけの爽やかなこと、ドラマのワンシーン 3-2-1 って撮り直して3回目ぐらいのね、仕上がりですよ、あれ。すごいよね。ねえ。ああ、吉田麻也さんと比べてもね、ほいぞ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 、いや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 、俺も好き、あれも好きですけど、ね、あれがリアルでしょ、人間。そうだよ、あれがリアル。ほいぞ、ほいぞ、40見てるから、うん、行くぞ、うん、行くぞ、はい、でしょ。いや、大谷さんがちょっと、はい。別次元ですね、やっぱりね。別次元だし、カメラもなんかこう、なんていうの？ドラマの立ち方だったもんだって。うん、エンジンを半円にしてたもんね。そうだね。で、半円に向かって喋ってるのに前向いてたじゃない、うん、あの、スター、全員が圧倒的なスターと認めてなければ、本人も含めて。うん、いや、わかる。ああ、ならないのよ。ならない、ならない、わかる。うん。だって、成立してないもん、ミーティングの立ち方として。そうなんだよな。ああ、すごい。じゃあ、また持ってかれてた WBC に。違うのよ。サッカーの話をしてるから。サッカーのね。サッカーね。ええ、サッカーです。コロンビア戦。だから今日も、あれですよ、ベンチ、うん、ベンチ、ロッカールーム、うん、出ますから。そうだ。はい。遠藤さんかな、うん、うん。声かけてましたけど。そうだね。その辺もまた、ね。注目だわ。うん、ああいうの YouTube 出てるの知ってる？感動のロッカールームみたいな。ありますよね。あの試合前のだよ。うんうんうん。うん、その
俺好きなのポカジュニアーズアンダー15ぐらいのキャプテンが ね泣きながら喋るやつがあんのよ。うんうん、泣いちゃうもん、言ってて泣いちゃう。あれをまとめた YouTube ね先生見た？あれ見た？前見た見た見た。南米のやつ熱いなっていうね。あんのよ。ちょっとしたスピーチするんだよ。昔一人の男がいたから始まって。ね。あれどこで学んで言ってんだよ、ね、本当っすよね。普段からああなのかね。すごいわ。スピーチ文化があんのかね。じゃあ今日はご飯食べる前に吐いたなかみたいな。昔一人の男がいた。みたいなね。ねえ。いやでも大事なことだよね。あれ奮い立つもんね、みんなね。ふわーっつって。そうだね。90分、あと90分でみたいな。うん、あちょっとなんか、でもなんか長友さんとかじゃないけど、はい、そういうそのチームをどれだけこう鼓舞することができるかとか、ね、やっぱ超大事ですからね。そうですね、まあ、日本だとあれあざとくなっちゃうからなかなか無理でしょうけどね。まあね、ちょっとそういうのもね見ていきたいですよね。そうだね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで予言が当たるか否か当たった場合はお寿司をおごる約束でございます。お願いします先生。バチッ、これは文句ないなってもお寿司パーティーお互いね。いやそうですね、やりましょう。皆さんはどう思いますか。その模様もあの追って、このサブアカで流れます。そうですね、音声のみですけどもね、はい、よろしくお願いします。ということで皆さんの予想も書き込んでおいてくださいね。ということで井上まあ、でございました。ノーミルク佐藤でした。今夜7時からお集まりいただきたいと思います。待ってます。ミルワカでやります。当日賞でお会いしましょう。ミルワカでお会いしましょう。コロンビア戦、いざコロンビア戦へ。ボーボーボーじゃあね、またね。ノーでした。